越谷市のテレビ広報番組越谷コレクション。今回の越コレディスカバリーは特別編、人気投票上位にランクインしたうどん店に潜入、星夏美さんがうどん作りに挑戦。越コレスマイルでは越谷保育専門学校人形劇団ルリコサークルの皆さんをご紹介します。越谷コレクション。皆さんこんにちは。越谷の未来をつくる魅力宣伝大使の星夏美です。今回は市民による市民のための人気投票うどんそば編で上位にランクインしたお店に伺いたいと思います。この辺りにあるって聞いてきたんですけど、住宅街ですよね。あ、これ上り出てますね。武蔵野うどん書いてあります。ちょっといいのかな、ここ開けていいのかな。ちょっと行ってみたいと思います。お邪魔します。これは本当に入ってきて大丈夫ですかね。お家の庭に勝手に入ってきてしまってるような気分なんですけど。あ、星さんいらっしゃい。あ、こんにちは。こんにちは。勇気を出して入ってきてくださってありがとうございます。はい、いや、ありがとうございます。ちょっとドキドキしたんですけど。不法侵入気分味わいましたか。そうですね。ちょっと心配になりながら来ましたけど、ご主人の顔が見えて安心しました。ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。はい、今日はよろしくお願いいたします。庄司グループ武蔵野うどん越谷は昨年5月にオープンしたうどん店。武蔵野うどんとは主に東京の多摩地域、埼玉の西部地域で広まった手打ちうどんで、埼玉県のご当地グルメとしても知られています。武蔵野うどんの名店本手打ちうどん庄司で修行した店主の南信行さんが2日間かけて仕込んだ麺は太くコシが強いことが特徴。だしが効いた醤油味の温かいつけ汁に冷たい麺をつけていただく肉汁つけうどんが人気です。肉汁つけうどんになります。すごい、あ、すごいですね。ごゆっくりどうぞ。はい、ありがとうございます。そう、麺の色が私が知ってる真っ白のうどんじゃないんですけど、こちらはあの全粒粉があの配合されてて、小麦の香りと甘みが大変美味しゅうございます。あ、本当ですか。非常にコシが強いので、はい、あの驚かれるかと思いますけど、ゆっくり噛み締めて食べてみてください。わかりました。いただきます。どうぞ。うん、うん、あ、すごい噛み応え、コシ強いですね。そうなんです。それが特徴の武蔵野うどんなんです。はい、だけどあの越谷の皆さんってまだそういうのに馴染みがないと思うんで、うん、強いコシはそのままに滑らかな、うん、すすりやすい喉押しの良いうどんにするために、うん、はい、うちはあの他のうどん屋さんと違って、うん、高圧鍋でうどんを、はい、茹でてます。もしかしてネギは。そう、越谷市特産の、はい、あの越谷ネギを使ってます。すごく甘みが強いし、はい、あの辛みとのバランスがすごく良くて、うちの濃いつゆにすごく合います。合ってます。これだけ力強い越を出すのは結構大変ですか。はい、ヘトヘトになるぐらいにやっぱ力がいるん で、 使うんです、ね、ちょっと疲れます。だけど星さんなんか、はい、あのもそ、うんうん、オリンピック選手だし、あのうどん打ったらすごい美味しいうどんができそうですね。あ、そうですかね。ぜひうどんなんか打ってみませんか。はい、あ、本当です か、 ですか、できるんですか。はい、ぜひじゃあご一緒に、はい、やりましょう。やらせてください。はい、お揃いのピンクの T シャツをお借りし、南さんに弟子入りした星さん、師匠にお手本を見せていただき、早速うどん打ちに挑戦です。硬いんです。硬い。そう、武蔵野うどんがちょっと塩水が少ない分すごく、はい、あの麺が硬いです。想像以上でした。こんなにちょっと力出したの久しぶりかもしれないです。やっぱアスリートは違いますね。素晴らしいですね。
本当ですか。あ、いい感じです。体重かけてやっとちょっと押せるかなっていうぐらい硬いです。こんなにやっぱ硬いのが武蔵野の生地なんですね。力を入れて、これ無言になっちゃうもうちょっと刃先を前に。あ、そうですね、はい。怖い、これまっすぐも難しい。少し前に刃を出すような感じ、はい、あ、そうですね、はい。これぐらい切らせていただいたんですけど、師匠、はい、いかがでしょうか。後半の方はもう私が切ったのと見まがうほどのうどんになりましたので、ちょっと最初大変でした。あの力仕事でもあり、これちょっと繊細な作業もあったり、はい、すごい大変だなっていうのを感じました。よりこう武蔵野うどんの魅力を感じました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございました。オープンから1年足らずで人気投票上位にランクインした武蔵野うどん越谷、すでにたくさんの常連客に愛されています。一番最初はこんな麺が太くて硬くてこんなのあるんだっていうね。小麦の味もすごいするし、風味もいいじゃないですか。ちょっと新鮮ではありましたよね、はい。料理も接客も丁寧だし、本人に会いに来てるっていう部分も若干あるかなって感じですよね、はい。あ、美味しいですね。なんかここに住んでる市民の方に合わせるような感じでそこをアレンジされてるのは分かります。茶目っ気と人懐っこさがあって人を引きつけるようなそういう魅力はある方だと思います。南さんは越谷で生まれ育って56年、自動車修理の仕事を経て昨年長年の夢だった飲食店を開業。昔からうどんとか手打ちうどんとかラーメンとか作るのがすごく好きで、はい、接客業も好きだったんですけど、うんうん、昔はあの接客の少ないお仕事してたんで、はい、あのお客さんの目を見てできる商売がしたいなと思って始めました、はい。で、商売始めるんであれば、うん、郷土料理である埼玉の郷土料理、うん、あの武蔵野うどんなんですよ。あの越谷ってあのそんなにメジャーじゃないんですけど、うん、そうですね、武蔵野うどんって埼玉西部が結構有名で、うんうん、生まれ育ったのがやっぱり越谷なんで、はい、越谷にもこんな美味しいうどんがあるよっていうのを、うんうん、広めていきたいなと思って、武蔵野うどんを始めました。今日私もうどん結構作るの体験させていただきましたけど、はい、体力使いますよね。そうなんですよ、あの武蔵野うどんって全身体を使ってやるうどんなんで、うん、はい、このから先もあのずっと続けていきたいんですけど、うん、有名アスリートの、 あの星さんとかその体のメンテナンスケアの仕方があれば伝授していただけたらなと思ってます、はい。そうですね、あの、まあ、私もずっともちろん体資本でやってましたけど、はい、とにかくケアやっぱ大切で、その日の疲れをこう残さない、次の日に残さないというのがやっぱり結構大事だと思うんですよ、はい。お風呂にしっかり浸かって、湯船に浸かって、はい、こうリラックスして整体とか行って、はい、やっぱりもうこう人の力を借りてっていうのも大事かなとは思います。わかりました、ありがとうございます、はい、じゃあ最後に今後の展望を聞かせてください、はいはい。まだまだ始まったばっかりなんですけど、うん、とりあえず今のこのお店を軌道にうまく乗せられるように努めて、うん、広いお店に、移れるようにちょっと努力して、うん、で本当越谷の皆さんに多くの皆さんに食べていただけるような、うん、うどん屋を目指しております。星さんも来てくださった時に分かったと思うんですけど、うん、住宅街で、はい、の中に、うん、しかも民家の裏って、はい、夏は暑くて冬は寒い、うん、こんな場所で探してきていただいて、うん、美味しいっつって召し上がってもらえる、うん、本当こんな感謝することは本当ないと思うんで、残りの人生をあの越谷から武蔵野うどんがあるよっていうような全国に発信できるような、うん、あのうどんを売っていきたいと思っています、うん、はい。お一人で切り盛りされてるので、はい、本当に大変だと思うんですけど、はい、体のケアを大事にして健康第一で頑張ってください、はい、ありがとうございます、はい。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
庄司グループ武蔵野うどん越谷は、東武スカイツリーライン蒲生駅から徒歩8分。素敵なご主人と美味しいうどんに出会えます。ぜひ足を運んでみてください。越谷市内で活動する皆さんの笑顔を紹介するコシコレスマイル。今回ご紹介するのは越谷保育専門学校人形劇団ルリコサークル。越谷保育専門学校は昭和44年に設立された埼玉県で最も歴史のある保育者養成の専門学校。実習を通して現場に密着した保育のスペシャリストを養成し、これまで9800名以上の保育者を生み出してきました。学生生活を楽しみながら保育技能を深めるために、放課後や隙間時間を利用して学生たちはさまざまな活動をしています。中でも人形劇団ルリコサークルの活動は、子どもたちを楽しませるためにさまざまな工夫をしており、保育者として大切な伝える力をより育むことができます。週に1回こういう棒で動かす人形や手にはめて使う人形も作ったりして、イベントとかのステージで実際自分たちで考えて作った劇を人形たちで演じるのが活動内容です。2年間しかないので、何か新しいことをやりたいなと思っていた時に、人形を作って活動する作画があることを知って、人形一つ作っておけば保育先就職してからも使えると思ったので、ルリコサークルに入りました。人形やシナリオを自分たちで考えて制作し、さまざまなイベントで発表することによって成長ややりがいにつながっています。子どもたちの生の反応を見ることができるので、それがすごく楽しくて活動してよかったなって思います。子どもたちの前でこう人形劇をやった時に、子どもたちがなんかこう声とか聞こえてきて、すごい楽しんでるなってことが自分たちもやってて伝わったので、それはすごい良かったなって思いました。リアルな子どもの反応が見れるっていうのがすごく楽しくて、人前で何かをするって苦手だったんですけど、あ、なんかやってよかったって思ったので、はい、学生たちはサークル活動を通して夢を膨らませています。将来はこの人形のピーちゃんを使って子どもたちを笑顔にできるような保育者になりたいなって思います。子どもたちを楽しませられるよう温かい保育士を目指していきたいと思います。こういう人形とかも使ったり、あとはスケッチブックとか自分で作ったもので子どもたちを楽しませることができるようになれる保育士になりたいと思います。まずは保育士になることなんですけど、どうしたら子どもたちが楽しくお話聞いてくれるかなとか、そういうのを考えていけるような保育者になりたいなと思ってます。夢に向けて一歩を踏み出した越谷保育専門学校人形劇団ルリコサークルの学生たち、心を込めて作った人形たちとともに子どもたちを笑顔に導いていくことでしょう。